ジェラル・デイビスは、アメリカ合衆国、オハイオ州、トレド出身のプロバスケットボール選手である。ポジションはセンター。BJ リーグにおいて、島根スサノーマジックに在籍していた2010から11シーズンから3シーズン連続で、リーグ最多ブロックショット賞を獲得、2012から13シーズンには、リーグのベスト5にも選ばれた。2008から2009シーズン、 タラデが大学時代にザコナショナルチャンピオンズで、ブロックショット記録を作り、チーム MVP 及び、ディフェンシブプレイヤーオブザイヤーを受賞している。その後は、レバノンバスケットボールリーグの EN、チャンプビル SC、プレミアバスケットボールリーグのバーモントフロストハーブス、シベコパの、ティフアナゾンキーズでプレーした。2010年、ジェリコ・パブリセビッチ率いる BJ リーグ、 シマネスサノーマジックに移籍し、球団創立時初期メンバーの一人となった。2010から11シーズン総ブロックショット162本を記録し、ジェフ・ニュートンが持つ148本を抜き、BJ リーグ記録を更新する。翌2011から12シーズンはさらに記録を伸ばし198本と記録更新した。 2012から13シーズンの12月13.14日に行われた琉球ゴールデンキングス戦では2試合、計44得点、20リバウンド、12ブロックをマークして、週間 MVP に選出された。3シーズン連続の最多ブロックショット賞と初のベスト、5受賞。2013から14シーズンは、シーズン途中に故障で、戦線離脱し、 30試合出場に止まる。シーズン終了をもって契約満了で退団。BJ リーグ2014から15シーズン途中の2014年12月5日、仙台十9アーズと契約を結ぶ。このシーズン、デイビスは34試合に出場し、1試合平均13.9得点、ブロックショット3.4の記録を残した。2015年には、 バーレーンのアルハラと契約し、2016年1月には、ベネズエラのプロリーグ、リーガープロフェッショナルバロンセスとのガイテロスデルスリアと契約。20試合に出場し、リーグ1位となる3.1のブロックショットを記録。また1試合平均14.3得点、7.1のリバウンドの成績を残し、オールスターゲームにも出場した。ありがとうございます。